です。今知床にありますカムイワッカの湯の滝に来ています。来るのちょっと大変なところで、途中、車で40分ぐらいかかりましたかね。カムイワッカの湯の滝になってますが、ずっと上まで歩けるようになってます。たくさんの人が上の方に歩いてます。滑りづらい靴で歩いた方がいいです。すごく下は、養分が混ざっているので滑りやすくなってます。またこちらの方がずっと下りまして、オホーツク海に流れ注いでいます。下には遊覧船が来て、この滝を見ることができます。こちらがオホーツク海です。こちらに来るにはウトロから知床五湖まで行き、さらにそこから40分ぐらいダートを走ったところにあります。ここが知床の 最先端になります。結構来るの大変でした。こちらカムイワッカ湯の滝となってます。こちらカムイワッカ湯の滝、知床硫黄山の中腹から流れ出る温泉が川に流れ込み、カムイワッカ川全体が流れる温泉となっています。数段ある滝壺は上流に行くに従って温度が高くなります。左はヒグマがいます、あなたは大丈夫って看板もあります。行ってみたいと思います。カムイワッカ湯の滝です。こちら、ずっと上まで上がれます。登ることはできるんですけどね、滑りやすいのでとても準備が必要です。下が ゴムになっている、ゴム靴などで上がることを勧めます。はい、この下、こちら、カムイワッカの湯行ってまいりました。こちらは知床半島の、ウトロ側から行けますと車で一番先に行ける場所の一つです。行き方かなり大変です。ウトロから、知床五湖までは舗装されている道がありますが、ここまで1時間ぐらい、そこからさらに40分から50分ぐらい細いダート道をこうくねくね行かなきゃいけないんで、結構運転慣れてない方あまり進めません。とうとう車がね、ほこりだらけになっちゃいました。外が真っ黒になっちゃいました。そのぐらい道はね結構、ハードですから、ちょっと気をつけて行ってください、ね、行きますと、山から海まで、温泉の水がザーッと流れているところを歩くことになります。歩きやすい靴と、下靴底ね、滑りづらい靴、ゴム靴の靴をお勧めいたします。もし裸足とかちょっと痛いかもしれないし、滑りやすいので必ず靴底をしっかりしていってください。上に行きますと、温泉浸かることができるということなんですが、やはりは途中までしか行かなかったんですけれども、たくさんの人が、登って温泉とか川を登って体験している人がたくさんいました。駐車場はですね、20台ぐらい入れますので、よっぽど混んでる時期ない限りは止めることができます。公共交通機関ほとんどありませんので、車をチャーターしたりして行かなきゃいけないということなんで、行き方いろいろ、研究してから行ったいることを進めます。ハリーがカムイワッカの湯、行ってまいりました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。